えー、今日はなぜ翼の党の人々が逮捕連行シーンでピースサインなんかするんだろうかっていうのをちょっと短めにやってみます。で、あの翼の党とも選挙違反、公職選挙法違反で続々3人が逮捕されたんですけど、俺、ね、政治資金規制法改正する前に議論する前にこれ公職選挙法をまず改正案を議論した方が今国会いいと思うんだよな。もうこれまかれとったらもう選挙難しいよよ。 与野党も関わらずだから自民党もそうだし立憲民主党もそうだと思うんだよ国民民主党もそうだしう妨害ってこれこれまかや党なんて妨害にやりてよかこれをのばらしとあ翼の党がやってたことってあ選挙でこれこれ,これ表現の自由だとかって言うんでこれで押し通したらみんな揺れ出すんだよみんな揺れ出すんだよ 自民党の応援にみんなで自民党の演説会演説の時にみんなでやじ飛ばしたりまあまああった安倍さんの時もあったんだけどとい言えば立憲民主党の時だってあのー、やじ飛んでたんですよでやじ飛ばしたりまあでも,でもお互い様なんよこんなのだってうんそうなんだよん元首相の演説の時だってやじ飛んでたんだからあれは <laughs> いやお互い様なんだけど でこ,れをばこれを大体伸ばししたからこういう時期まで大きくなったわけだから俺公職選挙法ってこれ改正した方がいいと思うんだとにかくあの選挙の演説に演説中は静かに聞かなきゃいけないとかあの公職選挙法の演説であの有権あの候補者の演説は静かに聞かないといけない拍手はやってもいいけどあの支援者側から野じを飛ばしてはいけない声を上げてはいけない。 っていう,ふうに、ま、ず明記するべきだと思うん、まずうん、でそれは有権者が何か言いたい時は質,問質疑応答の時間の時にやってくれっていうの時にやるべきであってっていうふうにやんないとこれどうにもならんんですよ、うん。あと選挙カーを妨害者にならないとかあと決められた場所に選挙ポスターを決められた場所以外に選挙ポスターを貼ってはいけないとかね。 うーんもう今までそういうことやるやつはいないだろうと思ってや規制してなかったと思うんだけどもうそういうやつバカが出てきたからやるべきだと思うんだよ。で、なぜあのあいつらとピースサインしながら連行されてたかって。なめてんのか世の中ここにやろうみたいななるわけでしょ。でね、これ理由が一つあってね、あのね、あの、これね、理由はね、簡単。支持してくれている人へのアピールなんです。これだけ。これだけです。で、 あの翼の党だって結構支援者がいるわけですあの,あの党でもやっぱり <laughs> うん支援者がいるからあんだけ組織的に妨害活動をやってたわけですよだからその支援してくれている子分子分みたいなのがいるわけですね子分がいるんですねでまあそれでも仮にですねあの代表が、ね、なんでしょんぼりした感じで連行されますと支援者に示しがつかないわけですよ 公職選挙で逮捕されましたってで本人がしょんぼりしたまま警察車両乗って連行されていくと自分たちがやってたことってあ犯罪だったんだなと今まで子分がねその黒川の。 求めに応じて集まってきて黒川の言う通りしてみんなで選挙妨害でわーなんて凶器の銃だーってやってた人が連行されてる時がしょんぼれてたら俺たちのやってることは間違いだったんだってなるわけですよね <laughs> なんだってなっちゃうわけですよだからそれででもほらピースサインとかって余裕見せながら行くとあ本人は反省だと思ってないと余裕だと逮捕されてるけどあの絶対釈放されて出てくると 俺は、えー、無罪で出てくるってそういう余裕が現れだって思ってそうなんだと思ってまだ頑張れるわけですよ。いつまで堂々と連行されると自分たちの行動は間違ってない自信がありますっていう,もう自信とアピールにつながりますから。はいです。 で今のところ、多分、おそらく想像では今、逮捕されて、まあ、そろそろ送検されると思うんで、48時間経ちますからね。送検されると思いますけど、今のところ、留置児では多分ションブレシしょんぼれしてます。ともおそらく。多分しょんぼれしてると思います、留置場では。大体いい3人一緒に、留置場の同じ檻にぶち込まれませんから。大体いい3人、捕まった3人は、バラバラの警察署に移送されて、今、バラバラの警察署で取り調べを受けてますから。う だからものすすごいしま暴走族が集まると虚勢張ってうわーってやってんだけど逮捕された瞬間おとなしくなったでしょよだから <laughs> 逮捕されて警察に連れてかれて留置場に連れてかれて「俺どう調べたかいこい」って言われて行、あのー、ったら「やったらそうだ、ね」に応じるのを知ってこの前昨日の夜なんかあんだけ「警察署連れてった」とかってパラ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 ラとかずっとやってたやつが明る朝ですね トレーシーラブやって、お前なんでこんなことやったんだお前って、行ってみろとかって、好奇心です。だからさ、先輩がかっこよかったんで、とかって、はぁ大きい声でもってええやろなとかって、自日の列はどうだったんだよとかって、好奇心でとかって、奇心やんとか言ったからさ、ふざけんないんやとかってさ、年はとかって、名前やとかって、ネてトれです。聞こえねえ、なんなってさ、は 10 15 0 1です 15? とかって 15? とかやってんだからお前バ,バイク運転してんだけど当然免許ねえなはいああ免許だなってとはいとかなかかそんな感じでしょんぼりしちゃってあれ昨日のあ,あんちゃんはどこ行っちゃったんだろうっていう魂抜けてる状態で取らせば行ける暴走族っていうのがいってね お前警察上等だから言ってお前警察だっけよいいってけどよ。お前一人になったらそんなもんだぞお前って。やめろお前って格好悪いからってさ、言われるっていうね。うん、<laughs> だって、だって留置中でもおとなしいんだもんこいつらだいたいだってらしいよ。だからけ警察に聞いた話によってそっとずっとおとなしくなってさ。<laughs> すごい真面目なんだ,だって暴走族としてって捕まると。うん、なんか。 うん、泣くやつとかいるらしいからね取り調べてだから一体だか今までから暴走族って群れ組んでるじゃんうわーとって,ってで捕まってくると取り調べって1人じゃんでそれでお金をおまわりさんが3人囲まれるじゃんうんねっここあのね怒鳴り,り散らすらしいんだよおまわりさんもさ何でやったなーとかって名前はーとかって名前とかって。 名前名前まだ言えんのかお前とか言って。うん、いえとか言って。年はって言って。で、住所とか言って。<laughs> でもうで、ものすごいち,ちっちゃくなっちゃったってさ。<laughs> お前なぁ、そんななぁ、警察上手とか言ってて、ね、生きがってんだけどさ、お前一人で何もできないんだら、やるなぁとか、っとう怒られるなってね。あだから、ね、そなで、今は多分この人たちも多分、ものすごいお,お,とおとなしくなっゃたと思いますから <laughs>、えー、もう別々に入れられてますからね。ね <laughs> なんで別々に、律中に入れ,られ入れられてるかっていうと、あの話を合わせる証言の辻詰まわすを防ぐため。 ババラバラにやるとはなはなほら証言だって同じ留置場に同じ量に3人入れられたら話し合わせるでしょこうしとこうこうしとこうこれはこうやってこういう風になったことにしとこうぜってじゃあ俺はなかったことするぜって言ってほら話し合わせちゃって証言を。 偽造したりするからバラバラにするとその,話し合わせその話をすり合わせるってことができなくなるからもう3人3様でバラバラなこと言い出すわけですよ <laughs> 誰かが嘘ついてるんですよ、ね、主犯は誰だとか言っていいながらさ、うん、だからそういうのを目的としてだから3人で別々の留置所に入れられています別々の留置所っていうか別々の警察署の留置所に入れられてますから連絡取りようがないので はい、誰がやったんだ誰が誰のまず誰の差し金なんだ誰の発案なんだっていうのをもうみんなで今おとなしく、えー、今日もトレシェルを受けてやってると思います黒川さんがやれって言いましたんで <laughs> 他の2人は黒川さんがやれって言いましたんで <laughs> 黒川はあみんなで決めてやったって言って言ってまたもう絶対証言食い違ってもどういうことだったら何だったかと思いますけど、はいえー、今日は翼の党の人々の大砲連行シーンで、えー、なんであんな輸出席をなめてるのかっていうああ なんかこれ暴力団と一緒だからね。暴力団も逮捕される時で違うもの。すごい堂々って行くでしょ。俺って <laughs> 何がなんじゃよ。俺あの傷がなくなるもんじゃみたいな感じで、堂々として連行されてるけど、暴力団のもさあれと同じだから <laughs> ああやっておかないと下のものに示しがつかないんだよ。しょんぼり。 こう、あの、連行されていくと、なんだ、いや、兄貴、なんぞあの兄貴の、なんだ、警察の人しょんぼりするんですか,とかって。あんな兄貴だと思いませんでした。とかってなっちゃうから。ああ。<laughs> 警察がなんぼやもんじゃ、警察署が眠るもんじゃ、ってね。お疲れ、なんぼやもんじゃ、なんぼでも、何年でも。って、必ず出てくると、ボケコロラーって言いながら。そういう感じで、堂々と警察署に乗っていくんですよ。そう、兄貴かっけ 兄貴かっけ兄貴過去も決めてるかっけえとなるんだけどしょんぼりしちゃうと「なんえー、なんかあの兄貴情けなくないですか?」とか「なんあんなしょんぼりしゃう兄貴はじいていましたよ、ね」「えー、警察には弱いんですか ?4 課には弱いんすか?」とか,なっ,かな,なっちゃうからそれはちょっとあのー、強制張ってるんだなっていうふうに思ってください、はい、<laughs> ということでございます、まあ、とにかく喫緊キキの課題は公職選挙法まで改正するべきだと思うんですけどなかなかその議論にいかないのであと1か月6月 で国会閉会しちゃいますので、早急にこれは手をつけた方がいいと思いますけど、はいじゃあね、やるべき仕事やってくださいよ、警察で、公職選挙法いじれるのは国会議員だけなんだから、ね、あのやってくださいよって感じですけど、はい、以上です。